よし、やっていきますか。アリンコさん、対戦よろしくお願いいたします。ただいま1564ぐらいですかね。110戦ちょっとやったぐらいなんですかね。やっていこうかと思います。ちょっとクロバット、ゴルバット、ベトベトンがちょっと苦手なんですよね。あんまりこれ俺の頭に入ってないポケモンたちにちょっと徹底攻略で調べます。とりあえず初手ボルトロスを行って、ベトベトン倒すためのリザードンからの、あとなんだろうな、別に何でもいいんですけど、かぐやでも行っときますか。なんか結構ベトベトンが怖いんですよね。ベトベトンとか、まあ毒に強い鉄かぐやをなんとか入れてるんですけど、畑落とされるよね、されるんですね、いつも。ベトベトンに宿り木を入れつつ、どうにかどうにかうまく立ち回っていきたい。ニドキングはちょっとまずいんですけど、こいつ雪崩とかエッジとか持ってるんですかね。雪崩とかエッジとか持ってるんですかね、まあ、とりあえず鉄かぐやに下げますか。こいつ何してくるか分かんないんですけど、初見ですね。二度クイーンの方はなかなかいるような気がするんですけどね。結構技範囲広かったりするのか。火炎放射とか、火炎放射持ってない、大文字とか持ってたりするんですかね。あ、レイビ、あの氷だけはやめていただきたい。危な、怖い怖い怖い。これは宿り木ですかね。宿り木を打っていきます。10万持ってるんかーい。こいつそんな特殊は高くないはず、今ちょっとステータスを見たんですけど、まあそこまで突出したあれ分野はないですね。ちょっと攻撃が高いぐらいで、あとはもう平均的な、平均80ぐらいなのかな。ここ、まあ、守りますか。まあ、引っ込めてくるかと思ったんですけど、10万。これ10万突破してくるなら、一旦ボルトに変えて、メザパ氷なんで、僕のボルトロス。で、そこで、次の宿り木が一回入って、ボルトのメザパ氷でなんとか、落とせるんじゃないかな。相手も交代する可能性は高いけど、一旦ここ10万来ると思うんで、ボルトロスに下げて、相手は突っ張ってくるのかな。ボルトロスの特性蓄電で10万ボルトしっかりと受けて、宿り木で削ってメザパ氷で落ちてほしい。あの直帰持たせてるんで、まあ二度キングの冷凍ビームごときでは多分落ちないですよね。ダメージ感覚はそこまでないんですけど、多分交代でしょう。あれ、相手二度キングじゃないと鉄火具落とすモンスターいなくないか。メタモン、でもメタモンってさ、このままもうメザパーでいけるんじゃなかろうか。あ、でも相手メザパ持ってるしな。まあ多分俺のボルトロスはもう用なしなんで、ほとんどやることないと思うんでね、このままボルトロスには落ちていただこうかと。あ、でもそうか、鉄かぐやがあれなんですよね。多分ボルトロスあれだから受けれないから、まあここで落としておきたい。まあ乱数で、あら、降参か。対戦ありがとうございました。なんかあれだな、まあ鉄かぐや、今の戦術鉄かぐやしなくてもよかったのかもしれないですね。じゃあ次の対戦いきましょう。ですね、まあ結構負けが続いておりまして、一番答えたのが気質のエアスラを 4,5 回連続でひるまされてボルトロスを落とされたことですね。あれはもう本当にグーが出そうになりましたけど、キスいるんで、キスじゃねえわ、ガッサか、ガッサいるんで、ゲンガーを初手に置いて、ランドいるんでマリルイ連れて行きたいんですけど、いやーそうか、
キスかハッサムっていうか、もうキスじゃねえわ、もうやられてる心が。ハッサムかガッサーどっちかにしてほしいんですけど、ハッサムガッサー両方来られると、僕リザードン出したいんですよね。ガッサーじゃねえわ、ハッサムが来る場合でも出せないんですよね。それがアーゴ4いるんで、テッカグヤはぜひとも出して、テッカグヤかポリッツは出していきたいところなんですけど、ポリッツマリルリあたりでいきますか。でもそうなるとね、ハッサムをどうするんだって話になるんですよね。でランドロスもきついと、なんでここはテッカグヤに、違うテッカグヤにしたいと思います。ポケモンにおいて一旦相手に多く行動されるって本当に死につながります。オッケーガッサ来たー。お前こう種マシンガン打たねえとやばいってところ分かってんのか。身代わり張ります。キノコの奉仕、まあキノガッサ使ってる人って 99.99999% ぐらいが初手キノガッサ置いてくる人って、まあキノコの奉仕とかなんですけど、あと種マシン持ってる技が種マシンガン、マッハパンチ、あとなんだろうな、あとはよくわかんないですね。まあマッハパンチは通じませんし、種マシンガンを打つしかないんですけど、ちなみにタスキ持ちですねこのガッサは。でキノコの本心を身代わりですかされると、まあヘッドバック2発打たれて普通に無傷で落ちてしまうっていうね。ヘッドバックの PP をヘッドバックの PP と身代わりの PP を1からしただけでやられると。でここ種マシンガン打ってきたらちょっと俺も考えどころですね。奉仕でここヘドバク打ちたいんですけど、ここでまあヘドバク読みハッサム交換とかやられてもだるいんですよね。やっぱりタスキガンプ、あそうかガンプで、ガンプでね割れない場合もあるんですよ。でガンプ、種マシンガン奉仕、気合パンチだね、なんだっけあれ、マッハパンチ、ここまあもう一回あれですね、身代わり張ってもいいが普通にシャドーボールでいきますか。はい、 OK でーす。てかあれだわ今思い出した、かなり沼だったんですけど、メガゲンガーの特性影踏みによって交代できないんだったわ。ああ忘れてた。アーゴ4の S はゲンガーの130何歩かよりか低いんで、まあここ身代わり張ってもいいんですけど、 Z 警戒するならここ身代わりですね。こいつだ、だいたいドラゴン Z なんで。とりあえず身代わりで透かしてドラゴン Z 消費させる。で次シャドーボー打ち込んで、まあ、こいつの処理はポリツーに任せると、そういう魂胆でいきましょう。もう一回身代わり貼ってもいいですね。ここもう一回身代わり貼りましょう。身代わり貼って道連れにしますか、こいつのこと。もう一回身代わり貼ります。いやーこれ俺のあれですかね、道連れが見え見えなんですかねこれ。まあ見え見えでも打っていきましょう。道連れでここで悪巧みされたら結構でかい、相手の読みは成功ということで大文字で、アーゴ4ごとゲンガー道連れ。まあこれなら最初から道連れしとけばよかったんじゃねって話なんですけど、その後のね、相手ポケモン何言ったかな、その後の
悪巧みとかされるリスクを考えれば、身代わり張ってシャドウを2回当てれば、まあ、倒せたかもしれないっていうね、アーゴ4を。でゲンガー残しつつ、こいつアーゴ4っていうポケモンそこまで、うわーちょっと待って、それはやばい、それはやばいけど、こいつ Z ないし、こいつの火炎放射なら鉄火具や一発は耐えると信じたいから、ここ宿り木の種を打ちますか。宿り木の種を入れて、あとポリツーで自己再生してれば勝てると思うんで、宿り木の、うん、宿り木の種を入れますか。はい、耐えます。 OKOKOK、 外さなかったので大丈夫ですね。で、あとはもう本当に申し訳ないんですけど、ここはもう守るさせていただきます。危ない。でもあとは守るブッパですかね。まあ1回でも多く守れたらラッキーってことで。で、怖いのがあいつの10万ボルトで俺のポリツーが麻痺って、自己再生を打てなくなるってところなんですけど、まあそこだけ怖いですね。まあ奇跡持ってるんで、2回3回ぐらい、いやちょっとわかんないな、そこら辺のダメージ感覚はちょっとまだ全然ないんですけどね、耐えれると思うんで、ここはまあイカ様でいいかな。まあ向こうの宿り木のあれも入るしね、まあ、超耐久ポリゴン2なんで全然ドトムには勝てます。まあ、相手に勝ち筋があるとすれば、まあ、放電10万ボルト鬼火、自己再生、あいつのなあれがどれだけ入るかなんですけど、ここ自己再生打っときますか、適当にね。ちょっとダメージを見つつ、あ、オッケーオッケー、これ自己再生してるだけで勝てるやつですね。やけど入ってるんで、相手の10万ボルトでまひることはないんで、あ、大丈夫だと思います。多分降参してくるんじゃないですかね。よし、大さんありがとうございました。いや、久しぶりの勝利なんですが、めちゃ嬉しいんだけど、あのね、負け試合もあげようと思ったんですよ。でもね、僕の負け試合って本当にひどくて、もう見てらんないんですよね、自分でも。俺なんでこんなことやってんだみたいな。まあ今回ちょっとゲンガーの特性を分かってなくて、勝手に読んじゃってる、イキリ読みしてる、シャドーボーカーヘッドばっかイキリ読みしてるシーンありましたけど、まあああいう感じでね、よくわかんねえミスをして負けるんですよね。まあそれもあれですね、僕の知識が浅いゆえ、実力不足ゆえの敗北なんで、もっといい感じの負け方をすればね、アップしたいんですけど。というわけで今回はまた対戦2戦したんで、ちょっとあれかな、トゲキッスで 4,5 回連続ひるまされたとこもおまけとして載せとこうかな。はい、お疲れ様でした。また次回の実況動画でお会いしましょう。どうなんだろう、ずっとエアスラで引っ張ってくんのかな。うん、10万打ちます。ボルチェンしてもよかったんですけど、あ、エアスラで突っ張ってきましたね。ひるみだけはやめてほしい。やめてくれ、それが一番怖いんだってばよ。ちょ待って、完全にこれ運ゲーやられてるんですけど、お前ばっ、ちょ本当にやめて、本当にやめて、これ以上ボルトス削りたくない。いやーさあ、ちょっと